部屋17度しかない。僕は赤のカーディガン。そうなの、これはオレンジなんですけどね。こんばんは。奇遇じゃないんですよみたいな言い方して、こんばんは。いえ、みんなあったかくしてる。私はちょっともうちょっとあったかくしよう。あとキラキラないかな。これ部屋がさ、あんまり綺麗じゃないかもしれないの。映る？もしかして大丈夫？片付けられなくて。まだキラキラないかな。早くりカレンダーって冬曲。夏っぽいイメージはありましたけど、自分の中には。でもカレンダーだからあれじゃない、一年の締めくくりの12月っていう感じで歌ってるんじゃない、歌ったんじゃないかな。テレビはちょっと鏡出した。そうそうそう、それを危惧してた。危惧っていうか見えるかなって。いろいろテレビにカバーかけるといいかもしれませんね。前はねかけてたんですよ。それもめんどくさくなっちゃった。おチロス食べに来たよ。よかった、美味しかった。最近ショールーム中に香水つけることにハマってます。だからショールームしてる私、いい香り。ちょっと色が全然合わないやつ塗っちゃったかも。今日オレンジメイクだから。おじさんはいつもいい香りって何かに書いてました。あれだよ、執念ブック。何の香水？今はねサボンのパチュリラベンダーバニラ。こんばんは。の香水、お、クリスマスマーケット行ったの今日。いいね。全く想像できないね。ね、3つ入っとるもんね。だって匂いの名前がパチュリとラベンダーとバニラ。ゴロゴロしてるやつつけたいんですけどね。もうお風呂入るだけだし、ライブじゃない日はあれね、結構落とすの大変なんですよ。行くと来月のオンライン話し会に行きますので。あ、ありがとうございます。皆さんクリスマスイブイブはどうですか？いかがお過ごしですか？こんばんは。まるちゃん急いで、ああ確かに見たかも。
ポスト見た、ポストやりますっていうポストね。明日当日券もあるらしくて、なんかなかったんですけど売り切れてたんだけどね、ちょっと用意できるっぽくて、誕生日だから祝って、お、まさ兄さんお誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、おめでとうございます。ブルーライブだからお見送りあるかと思った、ねえ、ないんだよね。そうなんですよ、今日いつもより早い、メイクしてるから早くやって、もしかしたら早く終わるかも。あのお風呂に浸かろうと思って、寒いからでメイクしてるから早くやって早く終わって、あのお風呂入ろうかなと思ったんだけど、わすごい、メリークリスマスありがとう。明日朝早いですね。最近あの葵ちゃんにさ、みちはイエベ春って言われたから、今日はイエベっぽいメイクをしてみたんですよ。オレンジつけて、どうですか、ぽい、イエローライトつけて、ブルーライト、ブルーじゃないな、ホワイトライト、イエローライト、にゃほん、ヨキ？めっちゃかわいい、優しい感じになる。どっちが似合ってんだろう、どのライトが一番入る、わかんない、ライトあった方がいいですか。こんばんは、クリスマスケーキ食べる予定ですか。うん、唇かわいいね、久しぶりに見に来た、メリークリスマス、どっちがいい、つけとった方がいい、近くに暖炉がオレンジだからね、光が、ないとなくてもいい、ほんと、本当だ、いけちゃん、いけちゃんが救援になってる。え、私さっきまで一緒に、さっきじゃないけど夕方一緒に
練習してたけど。嘘。大丈夫かな。足を怪我した。レッスン中じゃないってことか。そうですね。あらま。今連絡したけちゃんに。わあ。寒いと治りとか遅いかな。早く良くなるといいけど。うわあ。あ。ねえ、早くの良くなるといいな。おお。いけちゃん。あけちゃんのパフォーマンスが見れないなんて。天一食べれば早くなるね。パーフェクト。食料って言いますもんね。いろいろと変わる。変わると、どうだろう。スタジオ、変わるっちゃ変わるけどね。え、いけちゃん、一緒に出たかったな。ね、変わる心配よりイケちゃんの心配の方が大きいです。オーマイガール。イケちゃんの分まで届けなければ。こんばんは。きちゃんの分も一般販売でジャズのチケット取りました。ありがとう。寒いから体が硬くなりがち。ねえ、そうだよね。こんばんは。ねえ、
まあ、ごめんなさいってきた。こんばんは。うん、しっかり治りますように。ちょっと待ってね、スタジオの件でマネージャーさんに連絡するね。ねえ、結構大変そう。連絡がつかないや。広島入りしてるよ。お、私は今日研究生クリスマスライブを見に行きました。こんばんは。嬉しかった、見れて。僕隊もね、見に行きたいんですけど。こんばんは。
かね、そう本当に今しか見られないパフォーマンスって感じもあったし、このまま 2.5 期生もいた、うん、え3期って言った私今研究生って言った、僕も研究生のライブ行ってました、おお3期って言った、うん、みんなすごいよかった、強いて言えばすごいすごいメリークリスマス、うわいっぱいありがとう、すんげえ高額ギフトやんありがとうございます、ハッピーバースデータワーね、ですよね、わー上島ちゃんと一緒だね、来ます、マミンさんお誕生日おめでとう、めっちゃハッシュタグつけられてる、声でかくてびっくり、うそ、パフパフ活性炭酸2023、え クリスマスプレゼントと誕生日プレゼントどうでした？一緒にされてた？生誕祭中なの？どっかで MC できたねえ。ハッピーバースデー、おめでとう。力強い。わあ。ありがとうございます、ハッピーバースデー、おめでとう、いい日になれた、おめでとうございます、すごい嬉しい、あのエフェクト見られて、いい日でしたね、おいしいものもいっぱい食べましたか、こんばんは、今もやってるってこと、生誕祭今日
今日は PR 舞台ライブの前にクリスマスマーケットでチュロス食べてきました。嬉しい、ありがとう私は全然関係してないんですけどね、チュロスも本当におすすめです。食べてね、楽しんでます。おお、いいじゃないの。みちの宣伝効果はかなりありそうだけど。ほんと？みちは売り上げにかなり貢献する。確かに己がね、宣伝的なやつじゃなくて己がね。私だって今日4回目でした、食べに行くの。5回目なんだけど行くのは。1日ね、ちょっとギリギリに行っちゃってね、もうチュロスが終わってたのよ。だからそう5日間行ったけど、累計で1日ね食べられなくて、4回食べたから2400円は貢献してる。そこのチュロスだのだためだけに。他にも飲み物とか食べ物とか食べたけど、早く食べに行きたい。いやほんと今日3回目のチュロスしてきた。ねえ、美味しいよねグーパンチ。いやほんとにやばい、チュロスって太るかな。でも大丈夫、今日は着圧を履いてチュロス食べに行ったから。しかもいっぱい歩いたんですよ今日。何歩歩いたんちゃろ、13,127歩歩いとるから、多分プラマイゼロ。プラマイゼロ、むしろマイ。ほんと食べた方がいいよ。マグセーフの充電器につけてるの。これはねつけてないですよ。これ昔の携帯でやるよ。明日食べに行こうかしら。ね、どうかいい。チロスは揚げてカロリー飛ぶから8カロリー8飛んでないやんなんで？な間違えた何の微妙な蜂って思った。ほんま面白い。なんかすごいプレゼントが溜まってる。ここに事務所にもね、たくさんサンタさんからプレゼントが届いておりまして、嬉しかったです。お疲れ様。本当にはい、投げる時の音の、あーパチ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 の蜂ね。サンタさんいてえな。ねえ、今日のクリスマスマーケットでプレゼント買った。ありがとうございます。マーケットでチロス、冬になるとスペインでは締めのラーメンのような感じでチロスを食べる若者が多い。そうなんですか、知らなかった。ためになったね、ためになった。
かわいい。このさ、かわいいさ、このショールームのルームもあと2日、明日明後日で終わっちゃうなんてやだな。クリスマスが一番好きなんですよね、やっぱり。皆さんはどうですか。年末年始の背景になるのかな。去年はさ、あれじゃなかったでしたっけ、一富士二鷹三なすびがさ背景になってなかったっけ。富士山がこっち側にあって鷹飛んどってみたいなやつじゃなかったっけ。クリスマスソングめっちゃ好きねえ。キラキラなのが好き、街が。渋谷みたいなイメージ口が曲がった。そうじゃ、確かにカウントダウン、年末は渋谷じゃ。カウントダウンのね、なんかあれがありましたね。クリスマス終わると一気に年末感来るの寂しい。うん、でもさ、もうさ、お店とかはさあれでしたよね、なんかお正月シーズンのさものがトップに来てるから、なんか悲しくなっちゃった。あのさっきの研究生の強いて言えばみたいな話したと思うんですけど、私が強いて言うならで言いたかったのはあのもうちょっとマイクを上げてほしかったっていう。わかんない、でも私はね遠くから見てたから、なんかこう音が届き方が違うのかわかんないんですけど、そっちっちゃく聞こえちゃった。そのパートはちっちゃくなかったんですけど、でもすごく良かった、ね、雪、もう皆さん側にいたから私はそう感じるだけかもしれんけど、あのマイクを皆さんの声量もすごかったんですよ、やっぱ応援の気持ち。なんかトントンかそれ以下ぐらいに聞こえちゃって、そう、ね、もったいないなと思っちゃったけど、でもよかった本当に。それはなんかね、マイクをもっと上げたらあれなのかもしれないし、わかんないけど。次のシーズンとかかっこよかった。始まりの雪が降ってきた、うん、待ってね、鼻をかませていただきます。やばい、もうちょっとで終わらなきゃ。ちょっとマネージャーさんと話し合うことになっちゃった。今日は一段と可愛い。じゃあやっぱ夕べなのかな、夕べメイクなので。音切って電話しようかな。
あり。こんばんは。明日のことで、明日のことで。表情分かりづらい。でもそんなわ、なんて言ったらいい？明日のことについてじゃけん、分かりやすい。多分スタジオをどうするかっていう話。こんばんは。前はこの後チギパのメール考えます。あ、福ちゃんと出ますので、ぜひ。配信が終わったタイミングで大丈夫なのでって言われたけど、そんなん言われたらずっとやるけど。マスクしてしようかな。マスクしてサングラスかけて音切って電話。うん、お待ちしております。チリパのお便り。そうだよね、風呂も作るんでしょ。そうなのよ。そうだよね。23時ぐらいに終わろうかな。ソロコンサートのチケットの発売はね、ちょっとまだ私もいつか分かんなくて。でももうちょっとで、あれは解禁される。何時スタートとか、そう、チケットの受付が始まったぐらいのタイミングでゲストさんも発表ってスタッフさんがおっしゃってたので、うん、そうそうそう、年内ではないかもしんないな。もうちょい遅いかもしんない。時間、開演とかの時間は、年内に発表できます。ゲストってみちょが希望を出したの。そうもあるし、この方いいんじゃないもあるし、ちゃん全通。本当にやっぱ全通特典欲しいな。今村さんの個人のファンクラブ優先で、それ終わってから室のファンクラブの優先でしょうね。そうですね。うん、それがしたかったしね、私も。みんな待ってます。いや、皆さんの予想通りかもしれない、ゲストさんは。でもさ、結構さ、キャパも大きいからさ、多分マックスどれぐらいか分からんけど、みんな言わないで、もう言わないで。
涙袋すごい。さっきキラキラ塗ったらめっちゃ爆発しました。いろんなシートもあってそうなんですよ。なんか種類そういうものの楽しみ。目尻のまつげがアニメ並みに濃くて、これこれアイラインですよ。ここそんなに濃くないよね。今日だってねあれ塗ってないわ、マスカラ忘れて。カメコはないですね。カメコはないです、すみません。うん、23時になっちゃった。もうちょっとやりたい。こんばんは。15分ぐらいでもいいですか。どうしよう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 。皆さんありがとうございました。ちょっと電話してからじゃあもう一回配信するかも。でもお風呂も浸かりたいんですよね。どうしようか。まあ2時までに寝れれば大丈夫だよね。明日があるから。そうなのよ。一旦あれね、一旦一旦一旦電話どのくらいなんじゃん。一旦壇上読みます。やめた方がいいかな。風呂入った方がいいそんなこと言われてもですよ。じゃあ30分までにお電話が終了したらもう一回やりますね。多分終わると思うんだけど、そんな感じでいきます。いや15分までにしよう、きっと終わるから。15分までに電話が終わったらにします。それでは誕生見ます。13位、これさ何時から始めましたっけ。22時17分より前に始められたらこのまま継続できるってことか。いきます。13位、玉由良さん。12位、長谷川さん。11位、ゆきさん。10位、台湾のこうさん。9位、竹蔵さん。8位、ふなさん。7位、カズ66さん。6位、ブルーさん。5位、ズッキーさん。4位、シューンさん。3位、昔からおじんさん。2位、ナッカン大福さん。そして1位はドゥルルルンジャジャン、パフィンさんでした。ハッピーバースデー。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジャジャン、透き通る気持ちさんでした。ありがとう、ありがとうございました。それではちょっとお電話してきます。みんなクリスマスイブイブ、ちょっと15分までに終わったら、継続したら通知来ないから18分からがするならいいかな。でもこのクマちゃんが可愛いから17分以内にやりたいので、見たいなって思ってくれてる方はこのまま待っててくださいこのクマを今日は楽しみたい。
クリスマスが大好きなので、このクリスマスのサンタ帽はね、ごめん、エゴです、エゴ。それではまた後でバイバーイ、ありがとうございました。 Thank you、 電話してきます。